行こう。わかりました。ゴロも初乗りちゃう？乗ってへんな。そうですね。あ、トレーラー乗ってた時ぐらいか。乗せ替えた時ぐらいですね。うん。どうする？自分で全部やる？いや、見ますか。もう一度。水張りってやつですね。まあまあ。何回か。うん。師匠はそこにいるかな。あ、師匠に貼ってもらうか。船川さん。はい。ちょっとこれ水張りやってくれへん？船川さんステッカー上手なんで。え、この先見シール水張りで上手に貼ってほしいんですよ。うん。特にコーティングした後やからな、滑る、滑って飛んでいく。まず砂川さんの見本を見て、五郎がやると。お手の長さ。でもあの滋賀っていうのはペンで書いてるから。あ、そうなんですか。うん、あの滋賀ってとりあえず滋賀県やったら滋賀県。飲めへんかも。うん。よし、だいぶ出ししてくれたらいいですよ。でっかくしてもいい。あんまりつらつらか。それだけ。だって普通のコーティングやったら、このパーツクリーナー結構落ちるもんね。ああ。でもこの落ちないですよね、このセラミックプロン。汚染でするわけじゃないけど。いいのこれ。え、うん、全然、いや、僕も前から剥がれるかもしれない。剥がれたらまた再交付して。そうですね。いや、本当にツルツル。まあ、今日あったかいし大丈夫でしょう。実際走ってて飛んでた人いたから。あ、そうなんですか。あの、めちゃくちゃワックスがけしてる人で張り替えたら飛んでったっていう人いたから。どうしよう、もういいですよ、いいですよ、もうずっつり。うん、ゴロの感じ。笑ってるっすよ、砂川さん。何歳ですか、それ。ホコリ落として。ホコリ落とす。再交付しに行く。いくらで再交付できるんだっけ。4100円。これ水張りできるステッカーとできひんステッカーがあるから、これを見たからみんなこれやっちゃうとくっつかへんのもありますよね。それはよく注意しなあかん。いいのかい。いいよ、その横で。自信あります？はい。まず脱出するんですよ。すべすべやな、これ晴れるかな。晴れへんかも、ずっとるよ。よし、だいぶ脱出してくれたらいいですよ。ほんまにつらつら、それすべやな、ほんまに。ホコリ落として。ホコリ落とす、うん、はい。これでゴミを
ホコリを落としていく。いや、丸やな。で、ヘラ、ヘラで。これ先。これここでいい？あ、大丈夫ですよ。いいですか？え？これいい？いい？これここでいい？うちスキーター売ってるし、なあ、貼っとかないかな。絵が丸っすよね。これぐらいにしとくわ。軽くやで、最初やらんとステッカーがギュッて動いたりするから。で、表面も滑らさんとあかんから表面にもかけた方がいい。もう遅いけど。はい。できました。ゴロ、俺からのプレゼントあげるわ。こうやったら気悪くせへんやろ。あ、そうっすね。うん、ちゃんといらんくなったらするし。これでいこうか、じゃあ、シンテンな。わかりました。うん、はい。